こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。京都の方おめでとうございます。はい、今日からねやってきました、ブライダル。とりあえず今日のね午前中、はい、ガチャ更新待機配信にお付き合いくださりありがとうございました。僕そうログインスタンパで、ね、そのなんか多分金卵とかやったんですけど、はい、石使って一発目で白出まして、はい、びっくりしたほんま。ね、バッチキャラを一発目でね一枚抜きっていうのはすごーく嬉しかったですね。でね、本当皆さんにいろいろねこういうキャラ引いといた方がいいよとかね、いろいろ聞かせていただいたんで、僕はあんまりねほんまに最近ネット見ないんで、そういうの本当ありがたいです。今自分の妻で、はい、むせそうになりました。はい、それでは今日からやってきました、こちらですね、ブライダルガチャですね。はい、僕持ってるのはねこの柴犬丸、はい、こちらですね、ブライダル。割とねなんか季節物の僕結構好きで、パズドラのオリジナルキャラが別バージョンになるっていうのは結構好きなんですけど、あんまりサイデアいるとは言えないですね。それではね今日からの僕が引くのはこのね宝石5個の方ではなくてですね、強欲にちょっと高確率の方を狙って6個を対価にねした、はい、魔法石6個、星6以上ブライダルガチャ、こちらを引いていきたいと思いますんで、結婚前提に何言ってんねん、あんま引き込んで言ったことないから言え。はい、それではガチャよろしくお願いします。はい、まずはですねログインスタンプの方から、はい、やっていきたいと思います。ブライダルガチャ、ブライダルログインスタンプ1日目のプレゼントですね。はい、こっからね全然ログインスタンプが出ていいんですけどね。おい、うっそ、未来はちなみにナツルが僕好きで、うん、わー、クーリアやったっけ、クーリアっすね。あ、ドラゴンキラー3つってなんかどうなんでしょうね、最近環境で言えば。ただ武器もまあ、このね、その、なんかこういう季節物のアシスト武器って、その、素の HP がめっちゃ高いんで、チーム HP とかね、その、下手に盛るより、逆になんか捨て盛りとか、できたりとかする場合もあるんで、ほんと。まあ、一体を持ってていいのかなと思ってます。それではこちらがね、クリア報酬。結婚式上級、ブライダルダンジョン結婚式上級のクリア報酬ですね。そうだ、行きましょう。はい、はい、こっちもダイヤ来てるんじゃ、全然ブライダルって見えんな僕ですけど。わあ、びっくりした、そうや、黒でなんか反応してもうた。あー、これペルセポ姉さんはね闇光か、こんななったんすね。ペルセポネさんは闇光の上ダメージ半減か。ああ。闇光結構僕、ね、その、リーダーはちょっと不足してるんですけど、結構持ってるかなと、確か持ってたような気がするんで。まあ、いいかな。無料でもない分には。はい。それではクリア報酬、ブライドルガチャ。チャレンジ9ですね。全部シバドラでクリアできるんで簡単に。はい。もう、いろんな方が動画出されてると思うんで。僕は別に出さないです。出せよってお前なりの周回編集なんで。OK。で、ウルトラマンにね、比べればね、すごい簡単やったんでね。ガチャの引きがうまいね。無料の引き方がうまいね、芝居丸。うおぉ。これ持ってたんすよね、確か。セシリア。あ、そうか、ヘラビオーク割りか。持ってますね。指輪が？あ、十字、スキブに十字、日目中、人回復、テープ、回復。あー、いいっすね、これ。回復、もりもりしたいキャラとかにつけても、全然邪魔しないですね。おーい。それではね、こちらですね、ユーザー情報。購入歴、無料配布26個。はい。ブライダルダンジョンは全部終わらせましたね。クエストか、チャレンジか、はい、何回引けるかな、4回ですね、4回使って引いていきたいと思います。はい、これ背景がね、どんなんやろ普通の。はい、お、
でも言ってなかったんちゃうかな。シーナ。一旦の間に22の雲が発生、6回です、光。おー、これが1ターン、1ターンでできるんや。へぇー。へぇーしか言えへんけど、光やみか。あ、これあれ、なんだっけ、ヒロアカのことちょっと相性が良さそう。でもないか？いや、でもあるよね、なんか。まあ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 、今後に期待ですね。はい、指輪見たっけ、今。はい、オッケー。あ、そう、全部ダイヤだった。これね、はい、生放送になったんですけど、やたら固まる。おー、これ乗ってるよね。ぶらりね。あ、そう、シングル学生で全部できんねやった。はい。2体目やから武器になるとして、あ、でも火の2コンボ以上、僕結構火の2コンボ以上持ってるんで、指はまあ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 。なんかたまにね、指ばっかりいるとこいる、ありますよね。なんか、いりますよね。じゃなくて、指がいるとこがありますよね。あと2回目ですね。はい、とにかくでもね、季節物のアクセスした武器はね、本当に質高いんだよね。何かしらの。さあ、目標は手堅くサイレアモン行きたいところですが、持ってる。これもさっき持ってたんですけどね。これ結構ね、僕ね、ほんま黒飛びとか無交換通訳に使うことが多いので、言ったらリーダーと助っ人ダメージは66か。え、めちゃめちゃ強くなってますね、なんかスキル。へえ、じゃあ切り捨てる戦法の黒飛びとかも上げれるってこと。へえ、そうなんや。ハピネスステップ。そうだ！もはや、はい。もはやというか、早くもね、ラスト1になりましたね。はい。ラスト1、ナツル&ミリア。あ、ナツ、ミリアもいたんですね。行きましょう。はい！さあ、どなたと。うわぁ、ガイアはなんか個人的に当たりって聞いたんですが、どうなんでしょう。あー、3ターンでダメージ半減消せないバインド、核戦向状態回復。キワグがね、僕ね、あんま強いのいないんですよね。でも、今後ゲットできるかもしれんから、持ってないよりは、初ゲットのキャラがいった方が、お得感は、あると、心に、はい、言い聞かせます。あと、スキブめっちゃつくんやね、これ。それでは、結果見ていきましょう。はい、こちらですね、なんなら固まった回数あれちゃう？無料の方が多くない。はい、はい、はい、こんな感じで、ちょっと交換所見ていきましょうか。はい、こんな感じで、20体と15体で交換できるんですけど、こちら、ちょっとブライダル、外そうか。20体は、いけそうなこともない。いや、じゃあ、いけんことないくもんね。ちょ、日本語がちょっと、おかしいですね。で、ナツルも、ナツルは現実的かな、割と。はいはいはい。で、あとこっちで持ってんのはゼラは、ちょっと待ってくださいね。ゼラがはい。なんか、ユーリ以外はサイレアモン。じゃゼラ、ロシェ、ユーリ以外と、フェノンまでは持ってたんですよね。なんか一体ずつ。逆にこっちが、こっちがあって、こっちがいい品っていう感じでございました。はい。こんな感じで今回はお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。よかったら、動画の感想や、評価もよろしくお願いいたします。皆さんね、ジューンブライトの、狙いや、はい、このガチャ結果など等も、何が出ましたとか、何のデザインが一番好きですとか、はい。ジューンブライトは、ブライダルか、はい。ずっとジューンブライトで育ってきてるから、はい。まずは老人会なんで、はい。それでは、今回はね、こんな感じで終わりたいと思います。あ、ウルトラマンの交換所もね、はい、本日、7月4日、23時59分までなんでね、僕みたいにね、いつも忘れるね、やつはね、僕みたいなやつはね、もうほんまこの動画の撮る前とかに交換してるんですけど、はい、するようにしました。生放送中にも交換するようにしました、今回。はい。もしね、ブライダルの引きによって、相性のいいキャラとかね、最後まで。交換してみてはどうでしょうか。はい。それでは今回のお相手は私ゆうでございましたっていう言いながら必死でブライダルに戻してるね。はい。
バイバイ。